ナーストです。はい、バスで行きます。今日あったかいです。あったかいです、うん、花粉症のナミちゃんもヤシの木しかないから大丈夫です。大丈夫そうマスク取れた。マスク取れたよ。東コースでも海っぽくない？海に近そうな、ね、海沿いのコースっぽい。なんかもう綺麗です。なんかちょっと正直グアムとか来た感じ。なんかホテルの周辺のゴルフ場回ってるみたい。うん、カラフル、かわいい。かわいいよね、うん、着いた。はい、やばいよ、超天気最高。すごいね。カントリーにやってきました。すごいね、海、ヤシの木のコースです、はい、今日は見たことないメンバーが2人も加わってくれました。自己紹介からいこうかな。あれだし、はい、ナミちゃんからいこう。ナミちゃんです。はじめまして、豊田ナミです。今日は立山カントリー楽しみます。よろしくお願いします。カラフルなナミちゃんです。はい、じゅんです。よろしくお願いします。結構出てるからね。前に結構出てるからね。多分大丈夫よね。はい、初めての石井さゆみです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、今日はですね、初の試みで対決します。お、コースで、しかもお、まあ、シミュレーションで対決したけどね、うん、はい、なんとラスベガスをやります。ギャンブラーです。まあ、ラスベガスは、はい、まあ、後で私がまた一人で家で説明します。説明動画撮ります。なんでそんな感じで今日は対決するんで、見てもらえたら嬉しいです。ビールかけて、そう、ランチのビールをかけて、まあ、好きなジュースを飲める。ビールじゃなくて、イエーイ、何でもいい。レモンスカッシュでも、うん、コーラでも、コーラでもです。頑張ります。今回、ただただ女子だけのラウンドというのもあれかなと思ったので、対決というか、まあ、ゲームをラウンド中にやることにしました。そのゲームはですね、ラスベガスと言いまして、ティーショットをバーンって4人打つじゃないですか。4人打った1番と4番がチームで、2番と3番がチームで、ペアになって点数を競っていくゲームです。初の試みで少しね、こう点数計算間違えてたりとか、帰ってから意外と、あ、このままだとこの動画を載せるのはわけわかんなくなるぞってことになったので、私がこんな風にホールごとに説明に入ります。よろしくお願いします。お願いします。最初はナミちゃんと4番の人は、はい、じゅんちゃんがチームです。お願いします。で、私とタイミちゃん、お願いします。ハンデホールじゃない、ハンデホールじゃない。よいしょ。ナイスショー。いいね、いいね、うん、ちょっと練習の成果出てない？出てます。嬉しそうです。この間ひどかったからね。おいよ、ナイスショー。まっすぐ、いいね。緊張する、緊張するよね。ちょっと左行ったけど大丈夫、うん、大丈夫。フェアウェイ、よー、近かった。大丈夫よ。何番で行きますか？ウッド、サムウッド。はい、おー、さすが、ナイスショー、完璧。111ヤード、うん、111ヤード、うーん、9番。まあ、ナイスショー。そうだね。おお、近い。やばい、いきなり来た、いきなり来た。やばい、この
りバーディーチャンス見つけてきた。ちょっとハンデ足りないかも。じゅんちゃん、なみちゃんチームでラインを読み合ってます。なみちゃんはバーディーチャンス、バーディーチャンス。めちゃくちゃ切れる。はい、1番ホールはココロとタイミちゃんがペアで、ジュンちゃんとナミちゃんがペアだったので77とか7点7点5点6点ということで77、こちらチームはね、こちら56点になります。それで 77-56 は21で、この1の位をですね計算するのが結構大変なので、もう繰り上げ計算にしちゃいます。そうすると30点となり、ココロとタエミちゃんはマイナス30点になりました。1番ホールからいきなりでっかいです。じゅんちゃんとナミちゃんプラス30点です。なみちゃんのセカンドショットです。160ヤード3番ウッドです。はい、お願いします。おお、いい当たり、ナイスショー。ちょい右だけどいい感じだよ。まさかの池があるなんて誰も気づかなかったよ。ね、これは寄せます。しょうがない。はい、はい、うまい。ちょっと左だけど止まる。ナイスオン。まさかの池だ。まさかの池だ。お、なんかグアムみたいな木があるよ、じゅんちゃん。本当だ。じゅんちゃんどうしたの、そんなマスク。今日から。今日からデビューしました。お揃いなのだ。グリーンむずいね。打てないと多分曲がるし。こら。打ったぞー。うそ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 う。大丈夫大丈夫。よし。来た。オーケー。はい。8回です。はい。うまい。大丈夫大丈夫。ラスベガスはどうにかします。ここハンデハンデホール、ここハンデホールです。2番ホールの説明します。2番ホールはナミとココロがペアで44、ジュンとタエミがペアで68で、68-44なんですけど、ナミちゃんはハンデホールです。ナミちゃんうまいんでね、3つハンデもらってます。ナミちゃんプラス1になったので54。68-54は14で、1の位繰り上げて20点としています。ナミとココロはプラス20点、ジュンとタイミはマイナス20点です。するとですね、1番と2番ホールを終えて、ココロがマイナス30と20、マイナス10点ですね。ジュンちゃんはプラス30とマイナス20でプラス10点です。なみちゃんは両方プラスで50点。
さゆみちゃんは両方マイナスでマイナス50点です。そんな感じでここからはね、もう点数ボン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 って出していきたいと思うんで、楽しみに誰がどういう風に負けるのか見てもらえたらと思います。ちょっと左。大丈夫大丈夫。あ、見えた。140ヤード。はい。6番アイアン。これピンは左の方にあります。おー、いいんじゃない？あ、右行っちゃった。ちょい右。サブグリーン。オン。なんか違うんだな、練習の成果全然出てない。出てない、うん、ダメだ。あれじゃない、ヒールアップじゃない。ヒールアップ今超我慢したよ。我慢した、うん、ちょっともうちょっと早く下ろさないと。ボン、あ、手振ってこないと。手振ってこよう。なんとナイスショットしたのにこんなとこにクリークがありました。バビーン。ナイス、すごいよね。やっぱさ、こうあんな右に出てくんだって。そうなの。グリーンがでかいです。これね、奥が狭いんでちょっと心配。右側から、はい、フックラインね。薄いね、芝が。芝が薄いよ。しっかり打ちます。うまいよ。ナイスダフリナイスダフリ。手、アプローチダフるのがいいんだって。あ、そうなんだ。いい感じダフってたけど。いい感じ、ナイス。パターがわけわかんない。多分フックですね。なんか意外と伸びるよ。カップ1個いきます。はい、いいんじゃない。笑いすぎだ。